転生したら皇帝でした。生まれながらの皇帝はこの先生き残れるか。星さん、現代の人族のオスが異世界ファンタジーナーロッパの皇帝に転生する。そのシナリオではトップの椅子に誰が座るか。ということで、ニリのおじさんが権力闘争をしているという国であり、傀儡にならないと即暗殺者を仕向けられるというような設定。主人公はなるべく目立たず無能なふりをして現権力者のニリのおじさんに認識されないように立ち振る舞いつつ、魔法を鍛えて暗殺されないようにしなければならないといった綱渡りを始めるというシナリオ。ナロー系にしてはテンプレから外れたオリジナリティあるシナリオになっているし、何も情報を手に入れられない状況から仮説を立てて推測して、仮説を検証する。検証結果が予測通りであればそれを実行して魔力を鍛えるという感じの流れ。この内政部分の設定がクソ激烈に面白く、主人公の母女は愛人の間に子供を作ったためにその子供は実の父親に邪魔だからと殺されただろうと推測する感じのネタとか、封建制度だった王政でこんなこときっとあったんだろうなぁというシナリオの作りが秀逸。内政シナリオなので地味だしてクスとヘビだが、内政を動きを入れて面白く表現できる優秀なアニメーターを捕まえることができればワンチャンアニメ化もありえると思われる。